佐世保交通センタービル。佐世保交通センタービルは、長崎県佐世保市、白羽町にある、西小江自動車が所有する、商業ビル。佐世保駅前の国道35号沿いに位置する。地上14階建ての本館と連絡通路でつながった、別館があり、西小江バスの路線網の中核をなす佐世保バスセンターが、本館1階に、西小江自動車の本社が、プラザシルバービルにある。 現在ビルがある場所は、西小井自動車が1934年に本社及び、車庫を設置して、以来同社の拠点として使われてきた。このうち、本社は1945年6月の佐世保大空襲で被災して同年中に、市内、島地町に移転したが、車庫とバス発着所は、戦後も同じ位置で営業を続けた。1980年代に入り再開発が計画され、 第一種市街地再開発事業の適用を受け1985年10月に、佐世保交通センタービル本体が竣工、バスセンター及び上層階に西越自動車系列、経営の佐世保シティホテルが開業した。2007年10月、西越自動車経営再建の一環として、佐世保シティホテルの経営権が、リゾートソリューション社に譲渡され、ホテルトリニティ佐世保としてオープンしたが、 2009年10月には、グループ内ホテルの再編に伴い、ホテルリソル佐世保に改められた。いずれも本館。佐世保駅前郵便局佐世保駅前郵便局別館1階に入居。旧無収配特定郵便局。局番号76,106。ありがとうございます。